こんにちは。どこでもスカートで旅するチエルです。今回の旅はタイ・バンコク。華やかな大都会と厳かな仏教文化が共存するバンコクで、お寺巡りをしたり、タイグルメを満喫したり、3泊4日余すことなく楽しみました。こんにちは、チエルです。私は今バンコクスワンナプーンの国際空港に来ております。私ね、タイ大好きで、今までね、お仕事でもプライベートでも来ていて、今回で7回目になります。ただね、めっちゃ久々なので、もうかなり楽しみにしてきました。で、深夜便でね、羽田から来て、入国もスムーズに終わり、現在朝5時半でございます。で、今回ね、タイに来た理由なんですけれども、今回はフルック様とのタイアップ動画となります。フルックっていうのは世界中の観光スポット、ツアー、公共交通機関、ホテルなどなど、いろいろとね、予約できちゃう便利なプラットフォームなんです。で、今回ね、もちろんこちらでツアーだとか、あとは SIM カード、そしてバンコク内で移動するのに使う BTS スカイトレインのラビットカードというのも一括で予約しております。で、まずはね、その SIM カードとラビットカードを取りに行きたいと思います。空港内にあるそうなので探してみましょう。じゃあ4階にね、フルックのカウンターがあるそうなので行ってみましょう。4階はこのシップロディがある階ですね。はい、フルックのカウンター発見しました。 K24 の2階にあります。で、フルックのアプリ入れてるんですけど、こんな感じでね、予約一覧が出てきます。アプリの予約画面を見せたらスムーズに対応してもらえました。はい、ロジゲットです。まずこちら SIM カードですね。で、そしてこれがラビットカードですね。かわいいイラスト。で、さらにね、 BTS で使えるバウチャーもいただきました。はい、じゃあ SIM カードとラビットカードゲットしたので、これからいよいよバンコク市内に向かいたいと思います。それでですね、ラビットカードをゲットしてすぐに、ちょっと恐縮なんですけれども、荷物も多いのでね、ホテルまでは車で行きたいなということで、なんかね、グラブっていう配車アプリがバンコクでは主流だそうで、もうね、日本でアプリを落としてきたので、そちらで車を呼んでみたいと思います。これがね、そのグラブっていうアプリですね。日本で落としてきて、なんかね、ネットで調べたら、クレジットカードの登録はタイについてからっていうことだったので、さっきね、登録しました。はい、で、こんな感じでね、アプリに行き先入れて、値段も明確に出るっていう、完全にね、ウーバーみたいな感じです。このね、7番というところにね、5分ぐらいで来てくれるそうです。これかな、無事乗れました。これでね、ホテルまでまっすぐ行ってくれるので安心ですね。バンコクはね、もう渋滞が名物みたいなもんなんですけど、まあ、今ね、早朝っていうことで、そこまでね、動かないレベルの渋滞はまだ起こってなさそうです。ただね、結構夕方とかね、ラッシュ時は本当に動かないぐらいの渋滞があるので、まあ、そういう時はね、車使わずに電車とかで移動したりとか、臨機応変に変えるのがいいと思います。バンコクはね、この高いビルが多いのがかっこいいですよね。やっぱりね、地震がないから、こういうね、高い建物が建てれていいですね。ホテル到着しました。本日宿泊するのはシェラトングランデスプンビットです。まだね、朝早いのでチェックインはできないと思うんですけど、とりあえず行ってみたいと思います。はい、まさかのね、早朝チェックインできたので、そのままね、プールでのんびりしたりしてきました。で、今ね、お昼の1時半ぐらいなので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。で、ホテルがね、アソーク駅から直結しているので、すごい便利な道です。はい、じゃあね、アソーク駅から乗っていきたいと思います。大丈夫かな。で、このね、最初にもらった、なんだろうって言ったバウチャーでチャージしてもらう必要があったみたいです。じゃあ今度こそ来たー。じゃあちょっとサイアムの方に行きたいんですけど、多分ね、このチットロムっていう駅から歩けると思うので、ここに向かっていきます。あ、もう電車来てますね。乗っていきます。はい、チットロムという駅で下車しました。これからね、サイアムパラゴンというデパートを目指して歩いております。でもね、意外と遠くて、まだ徒歩10分ぐらいありました。まあ、いろいろね、見ながら歩いていこうと思います。あ、そしてここね、前行ったことあるんですけど、なんだっけ、エラワンのここらだったかな、
なんかね、バンコク一のパワースポットらしいです。こういうね、あの上の道をずっと通っていけるのがいいですよね。今日のテーマは一応街歩きデーです。久々のバンコクっていうことでね、タイ料理とかも食べたいし、あとね、お買い物もしたくて、あのすごい好きなショッピングモールがあって、そこにね、久々に行きたいなと思っております。はい、あちらに見えるね、濃い建物、あれがサイエムパラゴンです。あそこでお昼をいただきます。サイエムパラゴンはね、こんな感じの、なんていうの、高級デパート、ブランドのお店とかいっぱい入ってる感じのデパートです。で、下にね、フードコートがあるので、ここでご飯を食べようかなと思います。サイアムパラゴンのフードコートは店舗数も多く、とっても綺麗です。私のお目当てはこちらの店舗、通称ピンクの顔マンガイと呼ばれているお店で、バンコク内にも何店舗かある人気店です。顔マンガイのお店ですが、揚げてある顔マンガイも人気みたいです。やはりフードコート内でもトップクラスに並んでいて、少し待ちました。はい、20分ぐらい並んでようやく買えました。カオマンガイ人気なんですね。タレもね、いろんな種類が置いてあったのでつけてみます。スープもついてます。そしてそして、私の大好物のスイカジュース、こちらも買いました。あー、これこれ、タイに来るとね、必ず毎回飲むね、スイカジュース、めちゃめちゃ美味しいの。これ180バーツぐらいだったかな。じゃあカオマンガイいただいてみます。まず鶏だけ。うーん、おいしい。あ、何もつけなくてもちょっと味ついてるけど、さっぱりしてて、そしてしっとりしてて、めちゃめちゃいい。鶏肉、次はご飯と一緒に。うん、ご飯もちょっとしょっぱくていい香りがして美味しいです。うん、いろいろね、こういうタレもね、あったのでつけて食べてみます。めっちゃ甘い醤油みたいな味だ。あ、これつけない方が美味しいかも。謎の味噌みたいなやつ。うん、辛っ。めっちゃ辛い。これよくあるやつだね、タイ料理。結果私何もつけないのが一番好き。このままで美味しい。スープもそういえばついてきたんだった。なんかね、何の具も入ってない。あ、めちゃめちゃ鶏のいい出汁出てて、あっさりながらも美味しいですね。アロイデラロイ、幸せー。カオマンガイ美味しかった。でもね、まだ食べたいものがあるので、今度はそちらに向かいます。いやー、バンコク本当大都会だよね。日本もまだまだ負けてられないなという気持ちになります。それで物価安いからね、楽しいんですよね。すごい、まさかのランダムベースタイランドがある。世界で人気なんだろうな。はい、またね、にぎわっている通りに来ました。渋谷とか原宿みたいな感じ。すごい、私が韓国で食べて大絶賛したカフェ、ミルトーストもありました。こんなにおしゃれだっけ、昔から。かなりさらに進化した気がする。ありました、私のお目当てのマンゴー観光。こちらでマンゴーのデザートをいただきたいと思います。マンゴータンゴは2001年にタイで最初にオープンした老舗のマンゴースイーツ専門店です。すごい、やっぱ久々に来たらめちゃくちゃこのお店も進化してる。昔こんなキャラクターいなかった気がする。めちゃくちゃね、儲かってるのが伝わってきますね。来ました、私の大好きなマンゴーとココナッツミルクを浸したもち米みたいな、タイの王道デザートです。じゃあまずはマンゴーだけいただきます。デラロイ、
日本じゃ本当何千円するようなクオリティのね、マンゴーの味なんですけど、なんと250バーツってことで、ね、1000円ぐらい。いや、1000円でこれ、日本じゃ絶対当てれない。私はね、タイに来たら死ぬほどマンゴーとスイカジュースを摂取して帰るって決めてるんです。このね、ココナッツミルクが浸ってるもち米も美味しいんですよ。なんかいいんですよね、程よいの。ちょっとしょっぱくて。マンゴーと合わせていただきます。完食。大満足。このライマンゴーも前食べたらすごい美味しかったんだけど、なんか、おしゃれな箱に進化してます。はい、ダライマンゴーも買っちゃいました。自分用と親用。はい、じゃあ今度はショッピングに向かいます。私がね、昔から行ってる大好きなモールがあるので、そちらに行ってみます。すごいローカルなんで、やった。はい、ローカルな道を抜けるとこのめちゃくちゃかっこいい建物、この中ね、メリハリが楽しいですよね、タイって。すごい、東京なら主役ハレル級のビルがたくさん並んでますね。そして、かと思えばこういうね、仏教のお寺とかね、そういったものが共存してるのが面白い。この方が神聖な場所なのかな。そして奥では、ね、キラキラのマーケットが行われてます。かわいい。すごい、車いっぱい。で、今ね、私が行こうとしてるのはあちらに見えるザ・プラチナムという建物です。こんな感じで雑多な感じでお洋服とかね、いろいろファッションアイテムが売ってるんですけど、安いんですよね。このアクセサリーは全部20バーツなので安い。150バーツ、普通に使えそうなんだけど。このバッグかわいいな、タイっぽい。なんかバッグ欲しいな。かわいい。タイ服かな。それかわいい。普通に着れそう。300バーツです。こういういつ着るのみたいな衣装的なやつもいっぱい売ってます。かわいいパジャマもね、結構いっぱい売ってるから、お土産とかにもおすすめです。日本じゃなかなか見ないようなデザイン。衣装とかにも良さそうだね。これかわいい。めっちゃ色好き。これかわいいな、ここに。キラキラアクセかわいい。とにかく広いからね、ピンときたお店だけを見ます。はい、お洋服2着だけ購入しました。なんかね、昔ほど欲しいものがなくて、私が大人になったのか品物が変わったのかわかんないですけど、でも相変わらず安かったです。通りにはね、屋台もなので賑わっております。すごい、フルーツとか美味しそうなものいっぱい。いいね、こういうアジア感楽しい。中でも私が気になったのは、この夏屋さん。うまっ。サルティ買いました。このナッツ本当にめちゃくちゃ美味しいので、タイの屋台で見つけたらぜひ買ってみてください。飲んでみたかったタイティーのお店を発見したので入ってみます。タイティーの有名店チャトラムー、いろんなフレーバーが売っていました。買いました。かわいい見た目。45バーツでした。安い。すごい色、サウザンドレッシングみたい。うん、美味しい。なんだろう、ミルクティーとココアとフラペチーノとそういうのが混ざった感じがあって、あ、でも好き、美味しい。冷静に考えたら、このケースプラスチックでしっかりしてるのに、これで45バーツってめっちゃ安いですね。洗って持って帰って家で使える。帰りにまたエラワンプームを通ったので立ち寄りました。昼間よりすごい人の数です。ありとあらゆる開運にご利益があると言われているバンコク最強のパワースポットです。
私も買ったのでお参りしたいと思います。お参りの仕方が少し難しいのでネットで調べるか、私は周りの人を見て見よう見まねでお参りしました。帰りの電車は東京に負けない混み具合でした。はい、じゃあ夕食なんですが、麻生区駅直結のターミナル21というショッピングモールの中で食べたいと思います。ターミナル21は空港のターミナルをイメージして建てられた駅直結のショッピングモールです。各フロアごとに世界の都市名が書いてあり、バンコクにいながら世界中を旅している気分になれるスポットです。サボーイというお店に入りたいと思います。こちらは麻生区通りを見下ろすベストなロケーションにあり、眺望も素敵なんですが、残念ながら窓側席は埋まっていました。綺麗なお店でタイ料理を食べたいという方におすすめのお店です。新鮮なカニ料理が食べられるお店なんですが、自分でカニを選ぶことができました。はい、そして、ここのお店の、ね、名物でもあるフルタッポンカリー、私ね、タイ料理で一番これが好きなんです。楽しみ。はい、そしてトミヤムクンも頼みました。うまい。おっぱーい。このはオムライスのように卵でくるんであるタイプです。野菜も食べなきゃということで空心菜も頼みました。ドリンクはもちろんシンハービールです。それではバンコク初日に乾杯。苦味とすっきりとした後味が特徴のシンハービール、やっぱりタイに来たらこれを飲まなきゃ始まらない。プーパッポンカリーもいただきます。殻付きなのでちょっと食べるのがめんどくさいです。ちなみにね、なんと殻なしも選べたようです。で、カニの身はねプリプリで旨味がすごいし、タイ料理にしては脂っこすぎないお味で美味しかったです。またシンハービールとの相性が最高すぎますね。トムヤムクン、これ好き嫌い分かれますよね。私も昔嫌いだったんですけど今は大好きです。エビの旨味と香草の香り、そして独特の酸味が癖になります。魚介もたっぷりと入っていました。そして空心菜、長いのでパスタのようにくるくると巻いていただきます。ピリ辛で味付けもちょうどいい。空心菜はタイ料理が苦手な方でも食べられるイメージです。そしてやはりシンハーが合う。またパスタのようにくるくると巻いて、今度はパッタイをいただきます。パッタイも大好物。他がシーフードなのでチキンのパッタイにしました。このお店タイにしてはちょっとお高めなんですが、何食べても美味しいし清潔感もあるので、初めてタイに来たっていう方にもおすすめです。満腹ごちそうさまでした。しかしお会計を見てびっくり。プーパッポンカリーまさかの1863バーツって8000円。意外と高かった。あ、時価だったのかな。ちょっと思ったより高くてびっくりしてます。他のメニューはでも160バーツとか240バーツとか普通だから、このカニだけ異様に高かったな。まあ旅行なのでいいでしょう。美味しかったし。はい、じゃあお腹もいっぱいなんですけど、最後にねちょっと足も疲れたのでマッサージして帰りたいと思います。ここですね、リッツリラックスっていうお店、ターミナル21の6階にあります。深夜ね0時までやっているみたいです。お値段こんな感じでね、結構ね多分タイにしては高級な方なんですけど、日本で考えたらねだいぶお安いです。店内もとても綺麗でした。タイで女性がマッサージに行くと稀にセクハラなどの被害に遭うこともあるようなので、お店選びは少し綺麗めなところを選んだ方が安心だと思います。で、今回私は足つぼ45分、手つぼ15分、首肩30分で950バーツのマッサージを受けました。マッサージ後はお茶となんとマンゴーまで出てきました。失礼した。サワリカーバンコクでいつ、本日はブラブに乗ってワットパークナムっていうなんかインスタ映えするって有名なお寺に向かっております。最近ガイドブックでもねそちらが表紙になってたり、何かと有名な人気のスポットです。奇跡です。雨女の私がこの雨季のタイで2日
2日間めちゃくちゃピーカンです。大丈夫でしょうか。この後とんでもないスコールに見舞われたりしないでしょうか。はい、グラブ降りました。なんか地図があってね、この奥を進んでいけばいいみたいです。タイでお寺に行くときは結構ね決まりもあって、女性だとねミニスカートとかノースリーブがダメだったり、まあ、男性もね確か短パンとかダメだったかな。すごい素敵な通りです。こちらですね、すごい綺麗な白い塔です。で、2階からはね靴を脱がなければいけないそうです。ちなみにジャンプもダンスもヨガもハグもキスも禁止です。わあ、天井もかっこいい、美しい。で、この辺りはひたすら展示物エリアですね。めっちゃ広い。そしてこちらがメインの4階かな。到着。ワットバクナムはアユタヤ時代に創設された寺院ですが、このエメラルドに輝く天井画のある白い大仏塔は2012年に誕生したものです。星空のような美しさは SNS で一気に話題になり、特に日本人に人気があるそうです。見どころは天井画を取り囲む仏陀と菩提樹、緑色に光る蓮の花、塔を囲むガラス製のナーガ、そして最上部にはよく見ると小さな仏像が。細部まで美しい大仏塔にしばらく見とれました。5階には展望テラスもあるので見ていきましょう。こちらからは見晴らしも抜群なんですが、それだけではなく存在感抜群の黄金に輝く大仏様を拝むことができます。大仏様は2021年に完成したばかりです。それではまたグラブを拾って移動します。はい、このねザ・マハラジャっていうショッピングモールの前で降ろしてもらいました。なんか可愛いカフェとかもありそうな通りです。こちらのお店でタイの衣装を買いたいと思います。予約してないけど行けるかな。タイでは最近色鮮やかなタイ衣装を着てお寺を散策するのが流行りです。私は世界の民族衣装を現地で着るのが夢なので、こちらも絶対訪れたかったスポットの一つです。早速衣装を選んでいきます。生地によっても値段が違うみたい。どの色も綺麗なのでこれはもう真剣に悩みました。結局綺麗なブルーに決定。着付けてもらったらアクセサリーをつけて完成です。はい、着替えました。ブルー系にしてみました。それでアクセサリーとかバッグもさせてくれて、夕方6時半まで買えて800バーツで、なかなかお得なプランでございます。浅草舞台のあるターマハラートの目の前にはチャオプラヤー川が流れていて、船着き場もあるのでこちらから船に乗って三大寺院の一つバットアルンに向かいます。チャオプラヤーではこういったボートが移動手段に使われていて、価格も16バーツくらいからと安いです。そして見えてきました、バットアルン。チケット買って入りました。100バーツ。そして入るときにねこういうスタンプを押されます。なんだかちょっと沖縄っぽさもありますね。ワットアルンとは暁の寺という意味で、この地に王朝を開いたターク神王ゆかりの寺院です。これが三門です。これが本殿かな。まばゆいゴールドと宝石のような装飾がとても美しいです。まずは本堂を見学します。釈迦座像の顔はラマ2世が彫ったと伝えられ、その台座にはラマ2世の遺骨が納められています。本堂の壁にはお釈迦様の生涯が描かれています。
お寺はね、ノースリーブなど露出度の高い格好は NG なはずなんですが、なんか民族衣装は問題ないみたいですね。たくさんの方が衣装のまま手を合わせていました。本堂を囲む回廊には信者の方が寄進した仏像が並んでいます。綺麗だな。こちらはラマ2世の像。最後はワットアルンの象徴ともいえる大仏塔と小仏塔を見学していきます。遠目で見ても目立っていましたが、近くで見るとまた大迫力。大仏塔は高さ67メートル。大仏塔の四方に置かれているのが小仏塔です。今日は青空で塔の映像が映えますね。暑い中、ご苦労様です。模様が可愛いから、こういうね、民族衣装を着て皆さん写真を撮ってる方が多いです。すごいね、映えますね、やっぱり。可愛い。一個一個がこの陶器だったり。素材も面白いんだよね。タイは仏教徒の多い国ですが、ワットアルンはヒンドゥー教の影響を受けたクメール様式の建築物というのも大きな特徴です。このボートに乗って、今度はワットポーのあたりに行きます。水の色は、まあ、綺麗とは言えないですね。ちょっと独特の匂いもします。でもなんかこうだだっ広い川を渡っていくというのは気持ちがいいですね。すごい、なんかディズニーランドみたい。さあ着きました。川の反対側を渡った感じかな。かわいい服屋さんもある。こういうザ観光地っていうところ私結構好きなんですよね。トゥクトゥクも昔来た時は乗りましたね。乗ったら乗ったら楽しいですよね。飲食店とかね、お土産屋さんとかたくさん並んでますね、この辺。お腹も空いてたけどこの暑さでね、もう今とりあえず涼しいところで冷たいものを飲めれば何でもいいって感じです。何でもいいと言いつつね、ちょっとお目当てのねカフェがあるのでそちらに向かってます。ありました、お目当てのカフェ、ブルーホエール。こちらに入ります。こちらはワットポーすぐ近くにあるカフェです。店内は青いネオン、青いクジラの絵、青いタイルと青でコーディネートされたおしゃれな雰囲気です。こちらで人気なのがバタフライピーを使った青いラテ。私はアイスを頼みました。味はそんなに濃くなくてすっきりした感じです。食事もしていこうかなということでトマトを使ったサラダのようなものと卵に包まれたチャーハン的なものを頼みました。まずはトマトから。冷たいトマトは甘みがとっても強く少しだけエスニックな香りもしました。次は卵に入ったチャーハンを食べてみます。これはご飯のパラパラ感といい、ゴロゴロと入ったベーコンから出るいい感じの油といい、絶品でした。ニンニクも効いていてかなり好みのお味でした。こちらはデザートのキャラメルバナナケーキ。キャラメリゼされたバナナも添えられています。このケーキがまた絶品で、スポンジはしっとりとしていてバナナのいい香りがします。キャラメリゼしたバナナもキャラメルのほろ苦い香ばしさが最高に美味しい。大満足のランチタイムになりました。はい、カフェで一休憩もできたので今度はワットポーの方に向かいます。このねカフェからすぐ近くです。ハイテク。チケットは200バーツでした。チケットというか QR コードですね。ワットポーはバンコク最古の寺院で、別名ネハン寺とも呼ばれています。なんといっても有名なのがこのネシャカ仏です。久しぶりに来たけどすごい迫力です。神社のところに来ました。幅5メートル、高さ3メートルの大きな足の裏にはバラモン教の真理が描かれているそうです。次は20バーツ払ってサタンと呼ばれるコインと交換してもらい、1枚ずつ壺に入れていきます。
壺は108個あり、全部入れると煩悩を消すことができるそうです。余りました。次は本堂を訪れました。こちらの堂内の壁にもお釈迦様の生涯が描かれています。本堂を囲む回廊も圧巻の美しさです。最後に4基の仏塔を見ていきます。それぞれの塔にラマ1世から4世の遺骨が納められているそうです。はい、じゃあ最後はバンコク三大寺院の一つワット・プラケオに行きたいと思います。白い壁が素敵。はい、やってしまいました。ワット・プラケオ、なんとね、チケット15時半まで、ワット・プラケオ自体も16時半までとのことでした。いや、三大寺院制覇ならず。皆さんぜひお越しの際は閉館時間をしっかりチェックして、回る順番決めた方がいいかと思います。というわけで衣装を返して帰りましょう。はい、着替え終わりました。いや、やっぱ私服の方が涼しいわ。じゃあまたグラブで帰ります。帰りはね、夕方ってことでやっぱりラッシュ時なのでかなり渋滞してますね。すごい。そしてこっちはバイク乗る人多いですね。はい、じゃあね、一旦ホテルに帰ってのんびりカクテルとか飲んでまた再び出発です。で、今日はね、20時からマッサージ店を予約しているので、今ね、そのホテルから10分ぐらいのところなんですけど、マッサージ店に歩いて向かってます。私がね、タイに行くと必ず行っているすごいおすすめのマッサージ屋さんです。楽しみ。はい、こちらがね、私のおすすめのマッサージ屋さんです。ちょっと名前がいかがわしいんですけど、本当に至って健全な普通のお店です。久々に来た。めっちゃ雰囲気いいんですよ、ここのマッサージ屋さん。あら、すごくない？この建物。レストランでもホテルでもなく、これがマッサージ屋さん。しかもね、結構安いんですよ、日本と比べると。まあ、多分ね、タイにしては高級な価格なのかもしれないけど、めちゃくちゃ高いってこともなく、まあ、ちょっといいところでマッサージ受けたいなっていう方にはおすすめです。当日でも入れますが、人気店なので予約をしておく方がいいと思います。ボディケアアイテムも売っています。お値段はこんな感じで、メニューもいろいろとあります。アロマボディマッサージを120分受けちゃいます。すごいね、綺麗なお部屋で、これからトリートメント受けます。洗面所もあるし、ね、シャワールームもあるんですけど、めちゃくちゃ広いよ。まさかスチームサウナ付きだったりするのかな。じゃあ癒されてきます。後ほど。もうすっきりした。あー、気持ちよかった、最高。いや、ここ7年ぶりに来たけど相変わらず綺麗だしね、コスパ良かったです。で、2時間しっかり受けたので、今ね、もう夜の10時半ということで、結構バンコクね、9時10時ぐらいに閉まっちゃうご飯屋さん多いので、まあバーとかしかやってないかな。まあとりあえずね、なんかちょっと夕飯食べれるところ探したいと思います。はい、なんかね、ちょっと綺麗そうなお店あったし、空いてそうなので、ここで食べていきたいと思います。通りがかりで入ったお店ですが、すごく雰囲気もよく、 Google の口コミも良かったです。乾杯。ご飯はまだ食べていなかったグリーンカレーにしました。もちろんタイ米と一緒に食べます。このグリーンカレーも美味しかった。なかなか辛いんだけど、ココナッツミルクが和らげてくれて、マイルドなのにやっぱり刺激的。辛さの熱をシンハーで冷やすのが気持ちいい。そしてまた辛さを投入、たまらない。こんなにスイカをたっぷりと使ったジュース、日本ではなかなか飲めないので、またしばしのお別れです。昔から私のバンコクの旅はスイカジュースと共にある。夜でも車がすごい混んでる。タイはね、やっぱ夜遊びというかね、ナイトスポットも充実してるので、まだまだ皆さん遊ぶんじゃないでしょうか。
名残惜しいですが、ホテルに戻って休みます。はい、バンコクデイ3。今日はね、アユタヤのツアーに行ってきて、その後ね、ちょっとサイアムのあたりでお買い物してました。で、今浮かれて買ったカチューシャと浮かれて買ったセール品のワンピース着ております。はい、今夜のディナーは、こちらのソンブーシーフードというところでいただきます。私の大好きなフーパッポンカレーの有名店らしい。こちらは海鮮料理を得意とするレストランです。本日参加したアユタヤツアーのガイドさんおすすめのお店ということでやってきました。シーフードのお店ですね。しかも日本語メニューだ。カニもね、なんかね、むき身と殻付きととか選べるってガイドさんが言ってた。他にもシーフードのお店だからエビちゃんとかもあるし、空心菜炒めも美味しいってガイドさんが言ってた。はい、大好きなプーパッポンカリー頼みました。殻なしタイプの方を選びました。スーパーポンカリーには、ね、やっぱりライスということで、ライスのショーと空心菜のニンニク炒め、あとはエビコロッケ、これ絶対私好きなやつ、シーハー。乾杯。あー、うまっ。じゃあ空心菜からいただいてみます。あ、いい香り、ニンニクの。うん、美味しい。あ、ニンニクがね、結構ガツンと効いてて、めちゃめちゃ好みかも。からの、あ、じゃあプーパッポンいただいてみます。うん、デラーロー。カニがね、プリプリでむき身だから食べやすいのもいいんだけど、このね、卵の部分とかがなんかすごいクリーミー、めちゃくちゃ美味しい。ライスと一緒に、じゃあエビコロッケもいただきます。これ私ね、もう食べなくても分かる、好き。好き。すり身が入ってます、エビのプリプリ。揚げ具合もサクサクで、衣がね薄くてサクプリですね。どうしよう、何食べても美味しいんだけど、このお店、このお店のね料理、まあ頼むものにもよるけど、このねメニューはね、タイ料理苦手な人でも全然食べれると思う。全く癖がない。うん、ごちそうさまでした。10分か。はい、じゃあ夕食を終えて、ちょっとね、荷物も多かったのでグラブを呼んで、バンコク名物渋滞にはまっております。はい、セントラルワールドという建物にやってきました。やってきたのはレッドスカイ、センタラグランドアットセントラルワールドの最上階にある絶景ルーフトップバーです。バンコクといえばルーフトップバーも有名です。すごい、いつもルーフトップバーってね、夜眠くなっちゃってマッサージの言い訳に負けてね、時間がなくて行けなかったんですけど、初めて来たかも。じゃあ来たって言うの、いいですね。疲れ吹っ飛んだわ。ナーシはやっぱこういうとこ来たらカクテルかな。あ、いいね、綺麗なのいっぱいある、かわいい。これ、こういうやっぱおしゃれなの飲みたいな、せっかく来たら。え、おいしそう、フルーツ系もいいな。はい、せっかくこういうところに来たらやっぱりカクテルでしょうってことで、バブリングマンゴーというのを頼んでみました。乾杯。バブリングマンゴー自体は普通のマンゴージュースみたいな感じで、そんなにお酒感はなかったんですが、この絶景だけで十分酔えます。最高のバンコクナイトになりました。はい、じゃあね、バンコクデイ4、今日はね帰国日なので、ホテルをチェックアウトして今空港に向かっております。今回ね、クルック様とのタイアップ動画ということでね、バンコクに来ることができたんですけど、結果としてね、もうめちゃくちゃ楽しかったです。タイってね、やっぱりお寺とか遺跡とか見どころも多いですし、すごいね、都会なのに物価が安い、おしゃれなお店も多い、そしてご飯も美味しい、マッサージも安い、そしてナイトスポットも充実していて、本当ね、誰が来ても楽しめる場所だなと思います。いろいろ楽しみ方ができるのが本当いいところですよね。で、現在クルックはタイ国政府観光庁様とのコラボキャンペーンを行っていまして、7月はね、対象品がなんと 15% オフになるそうです。
さらにね、8月も同様の限定キャンペーン続くそうなので、ぜひそちらはチェックしてみてください。またね、この動画見てくださった方にさらに 5% オフになる限定クーポンを発行していただきましたので、詳しくはね、すべて概要欄に載せておくので、そちらからチェックしてみてください。というわけで、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてね、旅の写真インスタにもたくさん投稿してますので、ぜひそちらも合わせてフォローお願いします。次の動画は2日目に参加したアユタヤツアーの動画です。次回もぜひ見てください。最後まで見ていただき、コップンカー。